前田明宏は愛知県名古屋市中川区出身の元プロ野球選手、野球指導者である。現在は中日ドラゴンズのブルペン保守権に軍用具補佐を務めている。中京大学附属中京高等学校時代は2年時に第82回全国高等学校野球選手権大会に出場している。高校通算本類打31本の記録を持つなど、 強権強打の星として評価された。2001年のドラフトで、中日から寺原隼人の外れ1位で指名され入団。地元の1位入団選手として期待された。打撃練習中の前田選手プロ1年目の2002年は、一軍出場なし。2003年10月9日の対ヤクルト戦で、プロ初出場を果たす。2004年からは、 毎年数試合1軍の試合に出場するが、2007年は、プロ1年目以来の1軍出場なしに終わり、2軍でも新入団した田中大輔がマスクを被る機会が多く、出場機会が減ってしまう。2008年は、2年ぶりに1軍登録され、谷重元信の故障もあり3試合に出場するも、後半は2軍生活であった。オフに、ドミニカウィンターリーグに野手として、荒井良太、 藤士厚紙と共に派遣されて、エストレージャス・デル・オリエンテに所属。通算成績は3打数1アンダだったが、積極的な姿勢が評価され、試合でマスクを被ることもできた。前田自身も何か掴んだ気がします。とコメントしている。2009年は8年目のシーズンを迎えたが、新たに小山勝良氏が加入し、正念場を迎えることとなった。 9月18日の横浜戦で、スティーブン・ランドルフから三遊間を抜けるプロ初安打を放った。2010年も開幕に軍スタートではあったが、中盤以降、調子を落とした小山に代わって1軍出場を果たす。8月14日には、初のヒーローインタビューを受けた。また、終盤も9月19日に、谷繁が怪我した時には小山を登録抹消にしていたため、 急遽一軍に呼ばれるなど、自己最多の旧試合に出場し、第4の星として存在感を見せた。2011年、小田公平の故障もあって、初の開幕一軍入りを果たし、4月15日の横浜戦に途中出場した。6月12日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、岩瀬一ノとバッテリーを組み、この試合で、岩瀬は日本大記録となる。 通算286セーブ目を挙げた。また岩瀬が日本新記録の287セーブ目を挙げた6月16日の福岡ソフトバンクホークス戦でも保守を務めた。このシーズン最終的に一軍では無安打だったものの10月8日ファーム日本選手権で2打点を挙げ MVP を獲得した。2013年松井雅人 田中大輔らとの3番手保守争いに敗れ、わずか6試合、10月2日に球団から戦力外通告を受け、その後現役引退を表明した。ブルペン保守としてチームに止まる予定であったが、ゼネラルマネージャーに、落合博光が、監督に、谷重元信がそれぞれ就任すると、一転して2軍バッテリーコーチへの就任を打診され、10月22日、コーチに就任することが、 球団から発表された。2015年からは、ブルペン保守権に軍用具補佐に転向した。ありがとうございます。